新京阪鉄道。新京阪鉄道は、京都府、大阪府に路線を有していた鉄道会社。現在の阪急京都本線系統にあたる鉄道路線を建設した。京阪電気鉄道系の会社として、淀川西岸における新路線の敷設を行うために設立された。大正中期以降、阪神間においては、阪神電気鉄道の阪神本線と、 阪神急行電鉄、阪急の神戸線が激しい乗客獲得競争を繰り広げていた。この状況を阪神急行電鉄の前身である美ノ有馬電気軌道が阪神間新線の免許を申請した時から見ていた京阪電気鉄道は自社の保有する京阪本線に関する競合線が同様に出現し利権が損なわれる事態を発展することを危惧した。この頃、 京阪間の淀川西岸に高規格新線を敷設する計画が複数の企業から出ていたことから京阪も自社船防衛を目的として敷設特許申請を行った。これは国鉄船の運営と私鉄の許認可を含む監督業務を行っていた鉄道省の阪神間のような熾烈な競争を憂慮する考えとも合致した。特許が降りた後、準拠法を起動法から 地方鉄道法へ切り替えた。不設を行うための子会社として新京阪鉄道を設立、免許が譲渡された。当初は、梅田に京阪本線、京阪梅田線と共用の総合ターミナル駅を設ける予定であったが、諸事情があって、当面は実現できないと見られたため、十三駅、淡路駅ちっと山駅間の路線を所有してきた大阪電気鉄道を買収し、 同社の所有していた免許を利用して、天神橋筋六丁目、天六に大阪放棄店を設けることとした。完成した天神橋駅、原天神橋筋六丁目駅には、ターミナルビルとして、新京阪ビルディング、後の天六阪急ビル、2010年に解体を設けた、当時としては破格の高層建築物である。このビルと、 ここから新淀川橋梁直前まで続く鉄筋コンクリート造りの高架橋のコンセプトや基本設計は以後日本で開業することになる第二世代の都市観測電車群の路線計画に多大な影響を与えた。また、京都側では地下線によって市内に乗り入れる予定であったが工事には時間と多大な費用を要すること、そして昭和天皇即位大典が 京都御所でも様されることになっていたことから、暫定的に市の外れ、当時く郡の群西院村、1931年に京都市右京区へ編入に駅を設置し、ここから京都市電、市バスなどで市街地へアクセスさせることにした。1928年、天神橋、西院館を開業させたが、ほどなく1930年には、京阪に九州合併された。 これは、昭和教皇の影響もあり、新京阪のみならず、本体の京阪も、各方面への積極的な進出が、あだとなって、沢の負債を抱えており、両者を統合して、経営再建を図る目的があった。なお、京都市内への地下乗り入れに関しては、合併間もない1931年に、京阪京都、現、大宮までの延伸という形で果たされてい、 また、京阪グループでは、将来名古屋方面までの路線延長を名古屋急行電鉄として計画していたが、これは強行の影響で立ち消えとなった。新京阪鉄道では、車両は当時の最高水準を実現していた。特に1927年から製造した6番目の旅客車両形式パッセンジャーカー6を意味する P-6 系電車は全長19メートル。 重量52トン、出力800馬力という、当時日本で最大最強の高速電車であり、最速の超特急で、天神橋警犯京都間を34分、標定速度時速75.3キロメートルで結んだ。また国鉄東海道本線の特急、円を平行区間で追い抜いたという逸話で知られる。新警犯鉄道の沿線は人口過疎地域であったため、 都市間輸送に専念するしか乗客獲得が見込めなかったことがこのような高性能電車を生む結果となった。戦中の1943年には京阪電気鉄道と阪神急行電鉄が合併し京阪神急行電鉄、阪急、1973年に阪急電鉄と解消となった。しかし戦後の1949年、 休憩班電鉄は、京阪新休校からの分離、独立に舵を切り始める。その際に行われた、役員会において、休憩班側は、合併前の京阪本線、新京阪線の姿に戻す形で独立し、新会社を発足させたいと主張したのに対し、休阪急側は新京阪線と、それに属する千里山線、十三線、嵐山線の各線を阪急に譲るのならば、 分割に応じると主張した。だが、役員の比率において少数であった旧京犯側は、多数決で敗北し、やむなく新京犯の路線は、阪急側へ活用されることとなり、それらは、京阪分離後阪急京都本線、阪急千里線、阪急嵐山線となった。なお、京阪分離前の1945年からは、新京阪線電車の阪急梅田駅のリーレが、 開始されており、これが新京阪線系統の路線が、阪急に残存することとなった一要因になったのではないかとも言われている。このような歴史的経緯から、京都本線系統の各線は、車両技術、規格や施設面において、阪急が自社建設した、軌道条例軌道法由来の路線とは多く異なる面があった。 そのため現在でも、阪急自身が建設した、神戸線、宝塚線系統の各路線を、新方線と総称し、京都本線系統の各線と区別することがある。これ以降は、阪急京都本線、阪急電鉄、阪急阪神ホールディングスを参照。京阪電気鉄道時代、1932年、京阪京都開業後のものを示す。距離は、 路線図参照。1943年の阪急、京阪の戦時統合前までの新京阪線に導入された車両を記す。P-6 の三次車 P-6B は527から539の13両であり、このうち最初に完成したのは538号である。1929年2月6日に538号の竣工届を 監督官庁に提出した際、鉄道省監督局長より、形式称号を付与すべきとの会を受け、新警判では、形式称号についての検討が行われた。1929年6月1日付で、形式記号制定届が提出された。内容は、以下の通り、警判本体との合併後はこの記号は使われなく、なったが、で、でろの記号が、 鉄道ファンの間で浸透している。神経阪はごく小規模ながらバス事業を行っており、4路線を開設していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。